おはようございます。おはようございます。定刻となり定速数に達しておりますので、ただいまから文教福祉委員会を開会いたします。当委員会の所管事務調査は、教育に関する諸問題の調査、保健福祉に関する諸問題の調査以上の2件です。本日はこのうち保健福祉に関する諸問題の調査を議題として、八代市のぞみ母子センター、八代市私立広島銀河保育園および八代市立希望の里太陽について館内調査を行います。それでは本日の日程につきましては、お手元に配布しております日程表の通りでございますが、執行部から説明を願います。委員長。はい、丸山健康福祉部長。はい、改めましておはようございます。おはようございます。健康福祉部の丸山です。委員の皆様におかれましてはですね、日頃から大変お世話になっております。で、私の方も今度4月の人事異動で部長を務めさせていただくことになりましたので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。本日は健康福祉部関連の施設を3つご覧いただきますけれども、それぞれ、課題等も抱えておるところもございますので、委員の皆様方からですね、多様な視点でご覧いただきまして、期待のないところのご意見等もいただければと思いますので、よろしくお願いします。それでは日程の詳細につきましては、上田市長の方からご説明申し上げます。委員長。はい、上田健康福祉部次長。おはようございます。おはようございます。健康福祉部次長の上田でございます。風邪でですね、風邪でおりまして、お聞き苦しいと思いますけれども、よろしくお願いいたします。それでは表題に八代市議会文教福祉委員会館内調査日程表、という一枚もののプリントをご覧いただきたいと思います。座らせていただいて説明をいたします。3番目の視察箇所でございます。今の委員長の方からございましたけれども、本日は3箇所の施設を視察していただきます。1箇所目は、西松江城の八代市総合福祉センター内にございます障害児通所支援事業所の八代市のぞみ母子センターでございます。そして2箇所目が、郡地区地番町にあります八代市立広島銀河保育園。そして3箇所目が、高原西町にあります、障害福祉サービス事業所の、八代市立希望の里太陽でございます。それでは4番日程の方をご案内を申し上げます。丸3、1箇所目の、のぞみ母子センターでは、10時35分頃から1時間程度で施設内の見学、館長からの説明意見交換をしていただく予定でございます。その後、丸5、少し早うございますけれども、11時40分頃から昼食をお取りいただきます。場所は、松江通りの、メガネの幹の北側にございます、食いどころおしどりを予定しております。午後は、丸7、2カ所目の広島銀河保育園を1時頃から1時間程度で保育及び施設の見学、園長説明意見交換となります。その後、丸9、3カ所目の希望の里太陽を14時20分頃から1時間程度施設内見学、所長説明意見交換をしていただく予定でございます。丸11、鏡支所に帰ってまいりますのが15時50分頃の予定で、質疑意見交換後委員会終了となります。次に、5番のその他でございます。括弧1、連絡先を表にしてございます。今回の視察先は、障害者支援課と子ども未来課の所管となりますので、施設では、所管課も同行いたします。なお丸山部長が、15時から、県南広域本部の方で行われます会議に、出席します関係で、部長の同行は広島銀河保育園までとなりますので、ご了承いただきたいと思います。括弧に、昼食代、1000円程度と、しております。昼食の方は各自でご注文いただきまして、お支払いもそれぞれでお願いできればと思います。なお、昼食会場には、西田障害者支援課長と田中子ども未来課長も同席させていただきます。括弧3、留意事項でございます。丸1、写真撮影について、でございます。
のぞみ母子センターにおきましては、利用者ですね、保護者の了解があれば、まあ、後ろ姿を撮影することは可能ですと、いうことですので、まあ、写真をお取りになる場合は、案内をいたします所長の方にお申し出いただければと思います。まあ、なお子どもたちが緊張をしますので、まあ、部屋の外からの撮影をお願いできればということでございます。2カ所目の白島銀河保育園は、園の方から、保護者の方へ、まあお話をしてございますので、撮影ができない子どもにつきましてはですね、今日は園長の方からお知らせがあるかと思います。3カ所目の、希望の外対応につきましては、まあ、利用者の了解があれば後ろ姿を撮影可能ということでございます。それから丸に喫煙場所でございます。のぞみ母子センターは、敷地内禁煙となっておりますが、隣の対応コミュニティセンターとの間に喫煙所がございます。白島銀河保育園は、敷地内禁煙となっておりますので、すいませんが道路での喫煙となります。それから希望の外対応は、施設内等に、2カ所の喫煙所がございます。場所につきましてはお尋ねをいただければと思います。以上が本日の日程になります。何かお尋ねがございましたらお願いいたします。ただいまの説明について何かご質問等はありませんか？はい、なければ館内調査のためしばらく休憩いたします。お疲れ様でした。休憩所に引き続き文教福祉委員会を再開いたします。ただいま視察してまいりました八代市のぞみ母子センター、八代市立白島銀河保育園および八代市立希望の里太陽について何か質疑ご意見等はありませんでしょうか？ありません。ありませんか？はい、執行部の方から何かありませんか？上田健康福祉部次長。はい、大変一日お疲れ様でございました。各施設におきましてもですね、熱心に、視察をしていただきまして、ご質問あるいはご意見を、いただきました。またですね、いただきましたご意見につきましてはですね、今後の参考にさせていただきたいというふうに思っております。また再来月ですかね、また次の視察に向けまして打ち合わせをさせていただきたいと思いますので、次回またよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、他にありませんか？内容でしたら以上で館内調査を終了します。お疲れ様でした。ありがとうございました。その他当委員会の所管事務所要請について何かありませんか？内容でしたら次回の館内調査の日程について協議を行いたいと思いますので、しばらく紹介いたします。本会に戻します。本委員会の次回の館内調査につきましては、7月13日金曜日、八代小学校、麦島学校給食センター、坂本八竜天文台への調査を行うこととし、視察内容の詳細については委員長にご一任いただきたいと思いますが、これにご異議ありませんか？ご異議なしと認め、そのように決しました。以上で本日の委員会の日程は全部終了いたしました。これをもって文教福祉委員会を散会いたします。お疲れ様でした。